サボ破壊活動とは、生産設備や輸送機械の転覆、障害、混乱や破壊を通して、敵、圧政者、または雇い主を弱めることを目的とする意図的な行動を指していう言葉である。サボタージュともいい、日本語のサボるという言葉は、この語に由来する。日本語でのサボタージュは、労働葬儀の手段としての同盟対応。 または単に怠けることを意味することが多い。英語のサボタージュには大業の意味はなく、大業はスローダウンと呼ばれる。サボタージュという呼び名は産業革命の初期に由来すると考えられてきた。怒った、もしくは不満が溜まった労働者が彼らの履いていたシューズ、または器物を動力化された食器の機構部分の中に、 放り込んで壊し、繊維工場の創業を事実上妨害していたという説に由来する。このことは、拉体と運動を暗示するものの最初の一つとして、よく引き合いに出される。しかしながら、この語源は非常に疑わしい。なぜなら、器物での破壊活動自体が、この言葉の起源である時代からの報告に全くないということが知られているからである。 英語版から3つの説が提示されている。ベモルク水力発電所ナチスドイツの原爆製造につながる重水生産を妨害するため、数字の破壊活動が1942年から1944年に渡り遂行された戦争では、この言葉は戦争の当事者である軍隊とは無関係な個人や団体が行う破壊行動を記述するときに用いられる。特に、 外国のエージェントや原住民の支持者などが、その行動が生産拠点や戦争遂行には不可欠な施設を破壊する、もしくはそれらに損害を与えることに終わる時によく使われる。テロリズムとは違い、破壊活動には一般には人員に打撃を与えることを主要な目的としていない。破壊活動家は通常を敵として区分されるスパイのように、 検察官による抗争を免れないかもしれないし、戦争捕虜としての抑留の代わりに、刑事罰を受ける可能性がある。反戦主義者に対して、この言葉を元の意味から多少外れていても使うのは、戦争中に影響力を保ち続けた政府や戦争方針の支持者にとっては一般的なことである。同様に、第一次世界大戦後のドイツ民族主義者たちは、 共産主義者や社会民主党が主導したドイツ革命と休戦協定をドイツへの破壊活動と捉えた。日本では母親戦争中の函館戦争において函館を占領した江本武明率いる旧幕府軍に対し反発した市民が散発的な破壊活動を行っている。一部の犯罪者は金を求めて破壊活動に関わった。 1990年代終わりにクラウス・ペーター・ザ・ボッタが1000万ドイツマルクをドイツ鉄道から強奪しようとしたことなどが例として挙げられる。彼は現在無期刑に処せられ服役中である。不満を持った労働者が機材に損害を与えることや潤滑な労働を妨害することを仕事場破壊活動と呼ぶ。いくつかの労働葬儀はこの活動を含みしばしば モンキーレンチングと呼ばれることがある。例えば、世界産業労働組合のような過激な労働組合は自衛の手段と不公平な労働条件に対する直接行動として破壊活動を主張した。それに対して雇用者は破壊活動を検出し防止するために警備員をやっと入れる。特定の環境団体は環境破壊の抑止または有害だと考えられる技術に対して 反対意思を示す手段として資産の破壊を行う。アメリカ連邦捜査局とその他の法執行機関は上記の目的で資産の破壊に従事するものをエコテロリストと呼ぶ。これに対して環境団体の賛同者は資産は恐怖を感じることができない。資産への損害はより破壊活動と評されるにふさわしいと反論している。動作中の機械を止めるために モンキーレンチを、その動作機構に投げ込むという描写は、エドワード・アビーの小説、爆破、モンキーレンチギャングによって、広く知られるようになり、環境活動家が地球を破壊する、機械類に対しての反対を示すのに用いられるようになった。政治的破壊活動という言葉は通常選挙中に、政敵の世間体を傷つける、特定政治団体を混乱に陥れるといった行動を指す。 軍隊では、戦況の悪化などで保有する兵器が、敵軍に渡りそうな時には彼らに露覚させないために、内部規則や軍機で、これを破壊するように定めている。兵器には、破壊責任者 A、破壊責任者 C などと記載されている。通常は、破壊責任者 A は士官、または、歌士官などが当たり、破壊責任者 C は、歌士官、または、死がを行うことと定められている。 サボタージュの意味。偶国ご辞書。2020年11月6日閲覧。ホドソン、ランディテレサエーサリバン、ザ・ソーシャル・オーガニゼーション・オブ・ワーク、チャップ、サンピコグラム、69パートリッジ、エリック・オリジンズ、英ーとエタマロジェクル・ディクショナリー・オブ・モダン・イングリッシュ、ラウトレッジ。 P2843 ISBN 0から203421140ドナルドグレイアムスティコラースサイドバーンズベキニツザミリタリーオリジンズオブエブリデイワーズフレジズオスプレイパブリッシング P230 ISBN 1から846033004スタップインザバックレジェンドありがとうございます